松代城の太鼓門と、太鼓門前橋、この橋の部分ですね、まあ、もう象徴的な位置に立っています。まあ、非常に分かりやすい作りでですね、江戸時代のこう絵図とかもしっかり残ってるんで、まあ、元は海津城っていう戦国の戦のためだけの城なんですけど、まあ、半世時代にですね、まあ、真田氏十万石の城として、栄えた城下町ですから、その象徴としてのお城松代城、まあ、戦国時代の、まあ、平城っていうのは珍しいんで、いかに重要なことかっていうことは海津城の方で触れてますので、合わせてご覧ください。松代城はですね、もう平安の時代というか太平の世になった、真田氏の城ですので、このような作りでですね、まあ、立派な天守台はあるんですけど、天守はなかったんですけど、そういう門構えとかがね、すごい、まあ、十万石にふさわしい、規模のお城だなと。まあ、今結構遺構もはっきり、残ってる部分もあるし、なんていうんですかね、復元というか整備されて非常に見学しやすいように、作られているというのがこちらのお城の特徴ですね。ですから平城のお城見学にはもってこいの場所だと思います。はい、ここはもう何度来てもですね、分かりやすいということで私も話をしてますけど、この石垣、堀、橋もありますし、大きな建物櫓はないんですけども、戦国時代から引き継いで近世の江戸時代のお城になったという部分ではですね、非常に分かりやすいお城かなということで、ぜひ来ていただければと思いますね。まあ、かなり奥の方にもですね、ちょっと1時間ぐらい撮った方がいいと思います。いろいろ見れるんで、ただ本丸来て往復するだけではね、どうしても建物に目がいってしまいますね。この一番大きなものが太鼓門ですね。まあ、これを、目指してくるといいと思いますけどもね。石垣なんかも結構魅力的な感じで、まあ、修繕修復はしてますし、こう直してる部分っていうのはもちろんありますけども、あとライトアップもされてるんで、夜もすごい幻想的